白山前駅は、かつて、新潟県新潟市一番、堀通町にあった新潟交通電車線の駅。1933年の軌道線区間開業から1992年の同区間廃止までの間、同線の起点駅となっていた。新潟電鉄線の軌道区間開通とともに、県庁前駅として開業。新潟県庁舎南側、白山公園東側に位置する道路の中州部分に、駅舎が設けられた。開業当初、駅舎西側に、ホーム一線が設けられたが、軌道区間を、その後東中通り、正谷小路、磐梯橋を経由して、新潟駅前まで延伸することを見込み、駅舎北側にもホームを増設する予定であった。しかし結局延伸計画は実現せず、1958年に免許失効。ホーム増設も行われず、開業から廃止まで、ホーム一本の傍線駅であった。戦前にはこの軌道区間に停留所が設けられたことがある。1985年、新潟県庁舎の移転に伴って、駅名を白山神社、白山公園にちなむ白山前に改称した。この際に、駅舎周辺のバス停留所も、県庁前から白山前に改称した。しかし電車線の利用者は年々減少。白山前駅は、新潟駅や小町、万代市邸などといった、市内中心部の主要施設や繁華街から、やや距離があるため、アクセスには路線バスへの乗り換えを必要とする点が大きなネックとなっていた。それに加えて、白山前引く東関山の軌道区間は、狭隘な道路を経由する上、沿線住民からは、振動や騒音に対する苦情が、市や新潟交通に寄せられていたことなどから、この軌道区間は1992年に廃止された。それに伴って、東関谷駅と新潟駅の間に連絡バスを運行する策が取られ、この措置は1999年の全線廃止まで行われた。なお、県庁本庁舎跡には1989年に新潟市役所本庁舎本館が新築移転し、それに伴って駅舎周辺のバス停は市役所前に改称したが、電車線の駅名は白山前のまま改称されなかった。廃止後の1992年夏季には、駅舎1階の空間と飲食店、テナント跡の厨房設備を活用して、期間限定のビアホール、キリン一番絞りホームが開設され、その営業終了後に、駅舎は撤去。その後駅舎跡周辺の道路配置が見直され、白山公園側は、広場が設けられた。この広場には、噴水と、旧白山前駅舎を模したタイル張りの公衆トイレが設けられている。近隣の白山小学校をはじめとする新潟市内の小学校の多くは、高学年時に図画工作の授業の一環として、白山公園で写生会を行っているが、駅舎が独特の形状をしていたことから、多くの児童が絵の題材にするなどしていた。なお駅舎を撤去した際、タイル張りの壁面や出札口のアクリル板など、旧構造物の一部が、東関谷駅の敷地内に保存されていたが、これらは、敷地売却の際に撤去され、一部は、旧月形駅の鉄道施設の保存活動を手掛ける、かぼちゃ電車保存会へ譲渡され、保存されている。地上駅。駅舎西側に面して、単式ホーム一面一線を設けていた。また駅舎をまたぐ形で、新潟地方裁判所白山公園間に歩道橋が設けられていた。このほか、駅舎北側にはバス停留所が設けられていた。新潟交通、県庁前バス停のうち、白山前駅横には停留所が2カ所設けられ、廃線直前には、寺尾線及び流通センター線、大野白根線の計2方面の路線が発着していた。休止期間中運行された。列車代行バスかつて駅舎は三方を車道に囲まれた三角地に所在していた。このため、駅舎周辺の交差点の構造は非常に複雑で、駅舎を中心に計3カ所で信号処理が行われていた。駅舎撤去後に道路配置が見直され、大規模な改修が行われた。この際、3カ所設けられていた交差点は、市役所前交差点の1カ所に集約され、ホームに面する形で電車通りと1番、堀通りを結んでいた道路は廃止され、国道116号と県道164号とが交差する十字路となり、道路交通の清流化が図られた。駅舎と道路の跡地は、新潟県と新潟市によって、ポケットパークとして整備され、前日の噴水、公衆トイレ、全長90メートル、幅2メートルの水路が設けられたほか、かつて駅舎横に設けられていたバス停も移設された。このポケットパークの公園名称は、1番、堀広場と命名され、1994年度の緑のデザイン賞で建設大臣賞を受賞している。なお、管理業務は開園当初は、新潟市が政令市移行後は、中央区が行っている。新潟交通グループの市役所前バス停のうち、このポケットパーク横には4カ所の停留所が設けられ、2015年9月4日までは、寺尾線、大堀線、流通センター線、8号方面線、中央循環線、石山線、牡丹山線、長方線の各路線が発着していた。なお、翌9月5日に実施された新潟交通グループのダイヤ改正に際し、このポケットパーク横の停留所はすべて休止扱いとされ、新潟市役所分館横のバスロータリー周辺に移設された。また、寺尾線、大堀線、大野、白根線の一部を除く便と、昇進線、三方線の全便は、同日から新潟駅前青山間で運行が開始された BRT 路線、磐梯橋ラインに運行体制が統合されたほか、県庁線と、市民病院線をはじめとする昭和大橋、千歳大橋方面の各路線は全景のバスロータリー発着に石山線、牡丹山線、長方線の東湖線橋経由便は、百舌指定、新潟駅、百舌口発着にそれぞれ変更された。なお磐梯橋ラインの新潟駅前市役所前間は実現に至らなかった軌道線の中心部延伸計画の区間と同一の経路を経由している。駅舎は噴水の左側にあり、線路は手前から噴水のあたりに向かっていた。噴水より右側は昭和大橋へ抜ける道路だった。新潟交通電車線白山前駅、東関屋駅2009年度からは緑の環境デザイン賞に改称した。ありがとうございます。